この神話の国の子供たちも僕らを憧れの目で見ちゃうんでしょうね。VTR どうぞ。どうだろう。さあ、僕ら全力少年隊なんですが、はい、今日はですね、あきらくんとたけるくんとのチームの日なんですけれども、はい、今日はあの松井たけるくんが体調不良のためお休みと。あきらくん、テーマの発表お願いします。はい、採用シリーズダンボールチェアを作ろう。イエス、はい、来ました、来ました、採用シリーズですよ。すごいね、うん、いやでもダンボールで椅子でしょ。はい、正直俺はちょっと今回厳しいんじゃないのかなっていう意見が。まあ作り方次第では座れるだろうし座れないだろうし、まあ、まさかこれ今日座れなかったらまた地獄見ますよスタジオで。本当ですよ、生放送中の VTR を見ている私の兄の顔がどんどん険しくなっていくあれだけは避けたいでは段ボールで椅子を作るための道具、あきらくんご紹介ください。はい、まあ大体ここは思いつくところでしょうね。はい、カッターやハサミ、はい、あとはペン、はい、定規、はい、あとはこれヤスリであったりスプレーも今回用意したんですけれども、すご、結構いろんなもの揃ってるんですけど、今回、うん、結構力を入れたのは、はい、接着。お、接着。グルーガン。グルーガン初めて聞きますね。これはですね、そのプラスチック、はい、これを溶かして、接着してしまう、ほう、そういった、まあ、ものなんです。今回はまた全力お金かけましたね。いや何を言ってるんですか、これ100均です。はい、知ってます。はい、ではですね、あとダンボール言ったっけ。ダンボール言ってないですね一ちゃん大事なのに言ってないじゃないですか。ダンボール言ってないという。こっからまたポイントですが、何でしょう。椅子もいろんな椅子があるわけですよ。あー、形ですね。ね、常に塀のコーナーに出てもいいぐらいなクオリティで、誰からでも尊敬されるような、そうそうそう、このクオリティのものを作ったのかと。そうそうそう。これ何ですか。これ全力の Z です。全力の Z、 これが椅子になります。椅子になる。はい。お、ここに座っちゃえばっていうことでしょ。えですね。座れるんですか。いや、やってみないなるほど、でも全力の Z。 そうですよ、これがだから何枚もいるっていうことになるでしょ。あ、これは結局この Z の形をずら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 っと作るってことですか。ですね。結構これは根気のいる作業だと思いますよ。さあではまずこのね、マスターピース、これを切って、まずね土台にしていきたいと思います。最初の1枚目ですね。そうですね。今気づいたけど、はい、マスターピースを定規も引かず切ってますけどいいですかね。僕も今思いました。はい、おい、できた。すごい、なんかこれだけでもかっこいいね。なんかねえ、危険っていうね、意外とこのくらいの幅でいけるじゃないか、こう幅は。え、もうゴール。え、いや椅子じゃなくて足ですからね、下手すら2枚でこれ何すか。え、ちょ、何ここ、何これ。そういうとこっすって。欠けてる。いや、どういうところで気づいてないんですか。なんか歯入ってるじゃない。もうつけ。え、きつくね。なんで。きちいよ。なんでか。なんかホテルけど体が。やばい。いや全然全然。あ、尋常じゃない俺マス出てるからこれ。なぜか全然言うし、ダンボール切ってるだけで。しかも変な汗やから。めっちゃ。じっと落としてるよ。あの、変えたらいかん汗やから、ほんとに。あの、フロッツさんは車で来てる時点で、ここに着いた時点でもうシャワー浴びてって言ってましたからね。でも言わんかったやろ、体調悪いとかロケ前に。はい、言いませんよ。お兄ちゃんから学んだの。言うなと。そういうこと言うな。終わる前に、あ、やる前に。ねえ、終わってから言えと。ちょっとそうそうそう、もう最初から電話があって、注射打ってくる。こらディレクターやから言うてるんでしょ。この段ボールご覧ください。ここの波々打ってる構造ですね、これ名前があるんです。フルート、
あら、またなんか洒落た名前が。洒落てますよね。あの楽器のフルートと同じ綴りと。あ、そうなんですか。いうことみたいなんで、あきらくんのお父さんは、はい、トランペッターでしょ。そうですね。じゃあ息子を弾いて。ちょっと、え、息子吹いて。なんだこれ。イスラム建築とかもそうなんですが、あの合掌造り、はい、あるでしょ、はい、アーチ型とかね、うん、こういう合掌造りは上からの力を分散させるんですよ。へえ。このフルートもこれよく見たらね、合掌造りの連続でしょ。はい、だから強くなってるんですね。はあ、そんなこと知ってるわけですね。もう真面目にびっくりしたでしょ。びっくりしましたね。台本に書いてないから。書いてないですよ。びっくりしましたよ。フルートまでは完全に台本に載ってましたからね。ほんとね、うん、あの笛を吹くくだりも書いてましたから、ね、書いてましたから。びっくりしましたよ。よくあんなことさせますよね。もうびっくりしますよ。恥ずかしいのにね。恥ずかしいですよ。書いてない。というわけでね、こちらの方 Z がねだいぶ溜まってきたんで、今度はグルーガンで接着していきたいと思います。待て、こら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 、なんけ接着する方が楽やろ。いや、やっぱりね、高温になりますから、やっぱりつづくさんのお手を煩わしてはいけない。おい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 、冷静に考えろ。高温、高齢、イエーイ。どうや、頭でインフンダだったこれ。俺、ハンダゴテとか頂上ってやっちゃうマジで。ゴ嘘でしょ、あのペットボトルでとんでもないもの。あれは、俺のアイデアの問題やね。出た出た出た、ちょっとなんかしょか。え、そんな出らんとそれ。ジーン。時間かかるとこれ。はい、固まる前にいきます。綺麗に、はい、はい、お、どうですか。いきますよ、一番上だけ持ちます、はい、ほい、お、うおう、い、あきらくん、これ25枚目25枚目最後です。よしよし、いきますよ。ピアノしますよ。お願いします。おお、足上げますから、はい、いきますよ、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、タイム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 、見るな、見るな、タイム。あグルーガン、ちょっとグルーガン、グルーガン一丁、グルーガンお願いします。あー、グルーガンね、やっぱ、はい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 、こういうとこちゃんとしないと、アキラくん。本当ですよ、すいませんね、もうちょっとね、ここがちゃんとしてればっていうことですよね。すごい音がしたもんね。というわけで、はい、おしゃれにしようと思いまして、クリアなアクリルスプレーを塗りました。こちらですね、うん、クリアを吹いたんですけれども、まるでね、木目調ということでございます ね。 今度はちょっと僕が座ってみてもいいですか。どうぞどうぞ。またね、このスプレー吹いたことによってね、ちょっと強度が増したような気もするんですよね。どう？おお、いや、今僕普通に体重かけてます。はい、素晴らしい。ちょっと気になるのはでもここじゃないですか、先端ね。ちょっと行ってみます。行ってください。いきます。はい、おー、あれ？いける。感想としてなんですけど、はい、先端の方が意外と丈夫かも。ほー、今回は椅子を作りましたけれども、はい、椅子以外もいろんなものですね、アイデア次第では作れると思いますので、と思います。皆さんも段ボールで何か作ってみてください。ありがとうございました。無事終わりました。やっと遊ばれてね。実は2人ともちょっと具合悪かったです。あ、もう言わんで。
はい、ということでございました。いかがだったでしょうか皆さん。いや本当ね、本当に素晴らしい、スタッフの皆さん本当お疲れ様でした。どうですか、これスタッフが一生懸命作ったということでね。今ちょっと出ましたけど、切り揃えたのも、なんかスタッフもうあの完全に2人とも、あのアキラは本当にガチで途中からかなり体調悪かったらしいんですよ、で おじさんはもう初めから体調悪かったんですよね。そうですね。でもう一人なんかもういてもいなくても分かんないぐらいの子鼻からいない、すいませんね、ほとんど触れないっていうね。気づきました、タケル君いなかったの。いなかった、だから今気づきました今こっち向いた時にあれ3人やなっていう。いや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 、あれ2人のコーナーじゃないの。そうすいません、寂しかったでしょ。いやいや、成り立ってたあれ、そんな言わないでました。多分上でもみんなそう言ってると思う。違う違う、営業妨害です。しかもあのタケル君と仕事をした後日、アキラ君と僕体調崩してますからね。そうですよね、困ったもんですけど。さあでは浜田志郎さん、スタッフが作った、いやいや俺らも作ったって、みんなで作った、ペコ入れはしてくれました。こちらジェットチェア。でも鈴木さんとか 300g とかしかないじゃないですか。もっと重い、体重僕5トンですからね。重っ、ね、乗って乗っていいんですか、これもう先端にここ乗って立ってもらえない。いや違う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 、飛ぶな飛ぶな、えプロレス系どうやってんの。そっち向こう向いて座ってみて、座れるんですか。普通に座ってください。はい、どう、もうちょい前行っていける。乾燥乾燥、いや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 、乾燥どうですか。いやいや、ここここいやいや、どうぞ。割れてる割れてる、どうぞ。あのもうちょっと幅広くした方がいいですけどものすごいバランス悪いですよ基本だから足で支えてる感じはちょっと痛めたいね、俺の足で座って、俺が座ってガチガチやから、いや硬いやん、なんでなんで座って座って座れば言うなら座って、ジョーもやっちゅう、おらお前どうってお前どうやろ、飯しよっとけ、飯しよって言った、座ったわけですよ。おい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 。おい。ダメだよね。何してくれてんの。だからこれ亜生くんにあげて、亜生くんまたこれもうちょっと広めましょう。家で頑張ってください。もっと傘増してください。皆さんもぜひやってみてはいかがでしょうか。以上、僕ら全力少年隊のコーナーでした。さあ続いて CM の後は金曜音楽館です。